You're listening to Shibuya Cross FM。 オカミ少年の君こそスターだ。よいしょ。いや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 、オカミ少年片岡でございます。そして、一人で電話をして歩いてる人を見るとびっくりします。オカミ少年浜口です。お願いします。いや、なんでびっくりするなんでですか。いや、一人でさ、なんかイヤホンしてさ、ずっとでっかい声で喋ってる人。あ、独り言みたいに見えるってことですか。あ、なんで誰と喋ってんのあいつ。はい、はい、びっくりしない。いやいや、わかる。それだったらわかる。一人で電話って言われるとな。そうですね、普通に電話して歩いてる人見て驚くのかなみたいな。なんで驚くのかなって思っちゃいました。芸人やってるとは思えないトークの上で低さ、レベル力の低さ、老いを感じております。老いですね。それは老いですね、はい、そして、はい、科学と森田くんです。お願いします。イエイ。というわけでございまして、はい、この番組はですね、夢を追いかける人を全力で応援します。大塚ドリームシアターの提供でお送りしております。ということでございまして、はい、うん、さあ本日のゲスト、はい、森田君、はい、紹介していただいていいですか。はい、本日のゲストはですね、セクシーな、セクシーセクシーな女優の皆様でございます。セクシーな女優、お願いします。あ、3人ともセクシー女優な方々。そういうことでございます。はい、なるほど、よろしくお願いします。お願いします。まあ、この番組はよく来られますからね、はい、そうなんですよね、はい、セクシー女優の方もね、はい、いろいろと来ていただけます。まあ、夢を持った方、スターが集まって、はい、そう、未来のスターです。職業がセクシーってことですか。人となりじゃなく職業がセクシー。職業が、そう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 、なるほどなるほど。どちらもかもしれない。どちらも人となりもセクシー、セクシーかもしれない。両方セクシー。そうそうそう、そうです。なるほど。じゃあ自己紹介お願いします。はい、はい、改めまして皆さん、はじめまして、はい、千葉なみくと申します。よろしくお願いします。お願いします。千葉なみくさん。はい、みく、はい、はい、はい、メモりました。オッケーでございます。メモっていただいて。みくさんは、はい、なんか出身とかあるんですか。出身出身はあるわ。何何、一応人間なので出身地というものはあるんですけど、一応なんか年齢聞こうかなと思って、それも失礼だなと思って出身地というセレクトになっただけ。なるほど。出身地どこですか。秋田です。秋田。 あら、いいですね。で、そのセクシー歴はどれぐらいですか。セクシー歴はまだ短くって、はい、デビュー作が3月1日に発売されたんです。セクシー成り立てでございます。1本目セクシーほやほやです。はぁ、素晴らしい。じゃあそこら辺のね、はい、最近じゃあ初めてのロケもあったみたいなことですか。そうですね、あ、最近でもないんですけど、半年ぐらい前なんですかね、はい、あのね、少々前ですね。あー、そこら辺のロケも聞いていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。千葉なみくさんでございます。はい、そしてアリスルルです。アリスルル、はい、ルルちゃんでございます。はい、ルルちゃんはどこ出身ですか。埼玉です。埼玉出身で、はい、ルルちゃんは結構どうですか、キャリア的にはどれぐらいな。去年の8月にデビューしました。はぁ、じゃあもう何本か、何本か結構、はい、なんかルルちゃん声が遅れて聞こえますよ。なんかなんでですか。声遅れて、なんでですか。一国道みたいな、ね、加藤さん、加藤さんの特技持ってた。去年8月、はい、はい、なるほど。じゃあ今日はちょっといろんな質問してもいいんですか。あ、はい、お願いします。あれ、何いや、いろんな質問をね、はい、していきたいじゃないですか。そうですね、はい、まあ、来ていただいて、じゃあちょっとまず、うん、後でしましょうか。あ、はい、え、何、ほてった、ほてっちゃった、ほてっちゃった。セクシーですね、これね。なんだ、ほてっちゃった。わかんない、ほてっちゃった。そしてお隣、はい、楠木瀬奈です。楠木瀬奈さん。瀬奈、瀬奈さん、瀬奈。楠木さんはデビューしてどれくらいですか。楠木さんは3人の中で一番若い、はい、若い、若い、若い、デビューしたね。デビューが若い、デビューが若い。だって千葉なみくちゃんが3月1日でしょ。それよりも若い。私は3月13日にお褒め出しました。へぇ、つい1週間前です。ほやほやセクシー。それはそれはセクシーですか。ほやほやセクシー。怪しい放送ですね。ほやほやセクシー。ほやほやセクシー。ねぇ、なるほど、そういう感じで、じゃいろいろお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。そっか、
皆さんデビュー作ってどんな感じだったんですか？デビュー作、僕のイメージだとデビュー作って私大人になりましたみたいな。あ、ちょっとこれ聞きたいですけどいいですか？はい、デビュー作のタイトルって何なんですか？あ、聞きたい。それでイメージなんかセクシー度合いがなんか分かりそうです、うん、じゃあ知花美樹さんのセクシー、はい、あのデビュー作のタイトル教えてください。デビュー作は、はい、エスカレートするド素人娘。あいやすごいっすよね。あ、超有名ですよね。超有名です。シリーズがあるんですか？そうです、シリーズものでも300作以上。ねえ、超有名ですよ、プレステージさんの、ね、ね、はい、人気コンテンツでね、でそれ見てると、はい、あの単体の子も出てたんだとか、はい、そういうね、ワクワクがある。僕結構言ってもあの、はい、フリークです。あ、まあまあまあ、エメフリーク。何かあります？質問。そういうド S がエスカレートして、ドエス、ドエス、ジジイ、目見て話せよ。千葉なさん、素人がエスカレートして、そうですね、なんかあのやばいことなんちゃう、素人の子だけど、うん、なんかどんどんエロが出ていくよっていう、うんうん、そのなんか最初のデートシーンから始まって、そうなの。そうな、あー、なるほど。必ずこうデートシーンから始まって、最後こう、うん、あんなことやこんなことが起きちゃうっていう作品、うん、だからさ、なんか、うん、昔だとさ、うん、なんかドリフのコントみたいに怒りや長介が出てきて、次のコントはこんなんですみたいな感じの、あのそういうセクシービデオって当時多かったじゃない。はいはい。なんかちょっとなんかインタビューみたいにしてから、はい、はい、インタビュー。このそのエスカレートするシリーズは、うん、なんか普通になんか、うん、合コンで会ってとかパフェ食いながら、なんかもっと甘いの食べたいみたいな、いやさっきも食べなかったみたいな、いやだからちょっとお酒飲んじゃいないよみたいので、ちょっとホテルってリアルな感じの彼女目線とかね、リアルにエスカレートしていく。そう、リアルエスカレート。そう知花さんは、はい、その、まあ、エスカレートする前とかも結構話題というか、なんエスカレートする前もプライベートでエスカレートしてる。プライベートじゃないんですけど、あの子がみたいな。え、あの子が、ほう、そうですよね。そうですね。何何、はい、でどういうことですか？元何々とかそういうことですか？もともとアイドルをやっていて、はい、そうなの？そういうチームに、はい、チームにいたってことですか？そうです、チームに。でかいチームですか？でかいチーム、結構でかいチーム。あ、多分まあフレーズはあんま出さない方がいいかもしれないですけど、はい、そのもうネット界隈ではもうインタビューとかでも出てる情報ではあるんですけど、ちょっと触っていいですか？あんまり触らない方がいいですか？フレーズは出さないんですよね、はい、そういうあれですか？でももう、はい、グループ的な感じ、すごい結構有名な、はい、最大派閥ですか？それは最大じゃないですけど、はい、あ、そっちじゃないんだね。あ、なるほど。あ、まあ、メジャーで、あー、そこにどんぐらい在籍してたんですか？でも在籍したの4年くらい前なんですけど。それって結構、はい、今20年ぐらいやってるグループですか？そんなにやってないですか？そんな長くない。でもそのあの子かみたいな、すごいなんか、すごい話題なんですよ。話題、はい、めちゃくちゃ話題なんです。なんかあの1本目が出るときに、はい、もうすぐ、うん、あの元どこどこの誰々ちゃんだねみたいな、はい、あ、もうそれは隠してたけど出ちゃったみたいな。いや本当に素人の手で、あーなるほど、だったのにバレちゃったのね、やっぱ。でも世間にはバレてるんですよね。じゃあ言っちゃっていいんじゃないですか？ダメなんですか？お相手のあることなんで。そうですね、はい、フレーズはまだあの活動してるグループなので、はい、あ、そっかそっか、それを別にこっちは認めたわけじゃないし、そうですね、そういうふうに話題になってるよと、はい、合ってるかどうかは知らないけど、そうですね、はい、なんかそのなんか紹介文があって、うん、その、まあ、その当時は恋愛禁止だったため、うん、初体験は遅めの21歳、付き合った人数と経験人数3人、うん、スケベだけど低層観念がしっかりしてる真面目ちゃんっていう紹介。ちょっと待ってください、どこで調べてきたんですかそのすごい経験文がすごいね、すごい紹介されてて、そのインタビューかなんか、はい、すごい、あ、すごい、なるほどなるほどね、はい、かしこまりました。じゃあ、じゃあ3月1日のがデビューですね。ここからいろんなシリーズが出ていくと。シリーズといいますか、まあ、いろんな作品にパターンがね、はい、出ていく、はい、なるほど、はい、よろしくお願いします。すごい楽しいです。なんかあります？こういう
設定をやってみたいとか、うん、この状況でのこれはちょっと私はチャレンジしたいとか、あの設定といいますか、まあ憧れといいますか、はい、うん、一度はやってみたい NTR。NTR って何ですか？NTR って何ですか？NTR とは寝取り寝取られの略語が NTR。へえ。NTR は僕が検索しちゃいます。多分。NTR 好きな方結構いるんじゃないですかね。寝取り寝取られというのはどういうことですか。寝てるその彼女を、彼女をとか、そう、彼氏をってことですよね。なんか友達の彼女をとか、はい、親友の彼氏をとか、はいはいはい、そのそっち系ですね。いや彼氏いるからっていうことですよね。そうです、彼氏いるからやめてよさあみたいな。なるほど。その、ああもういいやっていうその、ね、感情の裏返る瞬間がいいんですよね。スイッチがちょっと爆発したいですね。そうですね、爆発したいし、させたいしみたいな。はい、それ NTR って言うんだ、はい、寝取り寝取られ、勉強になった。もう俺マジックミラー号ぐらいしか知らないMM ですね、はい、MM ですね、MM です。じゃあルルちゃん、はい、ルルちゃんのデビュー作のタイトルは、デビュー作のタイトルですか。タイトル、うん、書いたない。思いますよ。なんか思うみたいな。なんかあんま覚えてない。それかこんな感じだったよでも。なんか内容とか。内容は本当デビュー作です。デビュー。ああ。女優さんのザデビュー。デビュー。なるほどなるほど。なるほど。じゃあもう今まで結構何本ぐらい出されたんですか。多分よもうはいなんか出てるのはもう10本以上は出てます。どうでした今まで一番印象的だった。シリーズはこんなことやっちゃいましたみたいなのあります。なんだなんか俺なんかただただエロい MC みたいな。え、こんなことやっちゃいました。私基本なんかあのロリー系が多いんですよ。ああ、はい、なるほど、はい、大丈夫、こてっちゃった。あ、ちょっと恥ずかしくなってきた。かわいい。いやでも本当ロリー系が本当に似合って、ロリー系が多くてですね、はい、基本制服かあの幼女服を着て、はい、おじさんとおじさん大好きってよく言ってた。幼女、なるほど。そういう役が多いです。プライベートあれですか、おじさんは好きなんですか。あ、でもおじさんも好きです。何歳ぐらいまでいけます。何歳あんま考えてないです。この人のおじさんでいたらどのおじさんがいるちょっと毎回聞けます一応ね、困っちゃう。でもまだ若いおじさんですよね、うん、あ、うん、ありがたい。お兄さん、お兄さん、あ、嬉しいね。一番年上ですからね、森田君。いや、嘘だ。上から下、上から下。なんでハメ落としてんの。なるほどね、そういう感じですか。はい、なんかそのアリスちゃん的に次こんなのやってみたいとかあるんですか。縛られたいです。あ、縛られた。まだ縛られシリーズないですか。まだ縛られはないんですよ。縛られて吊るされる系ですか。それ普通になんか、まずは縛られて吊るされたいし、はい、みたいな、はい、これはもう、もうあのファンのおじさま方ムラムラしてますよね。オオカミもっと攻めろっていけいけいけと。そういうことですか、わかりました、はい、そしてセナちゃん、はい、セナちゃんデビュー作は、私のデビュー作、うん、タイトルめっちゃ長くて316に出たんだもんね。 313、有名大学に通う、有名大学に通う文系インテリ女子大生がなんか合コンでなんか数を消失してなんか一気にやりまお姉さんになりましたみたいな。いい、なるほどなるほど、じゃあ、はい、それデビューで、それ、はい、何人かいたんですか。もう単体ですか。単体です。わっ、おいおい、すごいすごい。どうでしたデビューは、なんか抵抗とかありました。デビュー、うん、でも自分から言ったやりたいって言った、なんかそういう世代も多いじゃないですか、はい、それってなんか誰かに憧れてとかあるんですか。あ、私は同じ事務所の橋本有奈ちゃん。私もだ。有奈ちゃん好き、はい、その人すごいんですね、橋本さん。いやもうすごいレジェンド、なんかすごい女の子だけど、女の子のファンがすごく多い。そうですね、すごい、それはすごいですね。それってなんでなんですか。なんかやっぱ可愛いし、はい、
可愛いから可愛い、なんか初めて見た時にこの子がって思った。そうね、はぁ、なるほどね、そういう感じなんですね。やっぱそういう感覚あるんだ。僕らが芸人で言ったら誰々に憧れるみたいなの一緒ってことですね。そうね、はい、僕だったらトンネルさんみたいなことでしょうね、ってことですよね。はぁ、なんかやっぱり私たちの世代だと SNS がすごい、はいはいはい、そうですね、活発に動いてるので、はい、画像がすぐ見られちゃう。確かに、はい、なるほど。やっぱりそういうのですぐ検索してとかで見れちゃうと、やっぱ可愛い画像に引っ張られちゃうんですよね。で見ていくと、あ、この子が可愛い、何やってるんだろうって調べたら、あ、こういう職業なんだっていうので、多分みんな興味を持っていくっていう感じだと思いますね。それだ、じゃあ橋本さんが一番憧れの人ですか。まあそうですね、でも最近この業界可愛い子めっちゃ多くない、はい、めっちゃ多いじゃないですか。三上岩さんとかは、はい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 、もともとグループいた子ですよね。そうですね、はい、千葉なみくさんは誰に憧れっていうか可愛いみたいなのあります。私は昔からずっと好きなのは、うん、鈴村愛理さん。ああ、なるほど、知ってます、知ってます、知ってます。へえ、鈴村愛理さんのデビュー作もあのプレステージの今年、なるほど、じゃあそこと並べたんですね。おお、鈴村さんも結構言っても最近の方ですよね。そうですね、そうです、そんなにね、長からず短からず、すごい昔からずっと好きですね、はい。やっぱだってもう僕はやっぱ吉澤紀穂世代ですから、ね、それを聞いたことある、ね、引退ね、はい、されますよね。そういうさ、先輩からさ、あのお笑いだったらさ、お前もうちょっとツッコミの間のタイミングを早くしたら、そういうアドバイスがあるけど、そういうセクシー界の先輩とかのなんかアドバイス、のタイミングですか。いや、お笑いだとそうだけど、はい、セクシー界の先輩とか、どうやってアドバイスとかするの。そのもうちょっと腰打ったらとか、なんか そういうこととか言う。アドバイスみたいな、されたことないです。ないです。あ、特にないんだ。多分、うん、なんかやっぱ個々が強い世界なんだよ。自分で見て、研究とか他の人のを見て、ね、あ、こういうセリフがあるのかとか、うん、なるほどね、うん、へえ。そう、だからもう不思議な世界です。森田君好きなのいます。え、好きなんですか。CJ さん、僕は今リオさんですけど、ゆずきティナ時代、ゆずきティナさん時代が好きでしたね、女優さんで言うと。もうだけどリオさんもだいぶ前に引退されてますもんね。そうですね、はい。でも未だに美人ですよね、ものすごい、はい、あの時もう爆発的な人気だったんで、僕らが大学生ぐらいの時に。僕はリオさんになってからが好きです。逆パターン。あ、そうなんですね。はい。浜野さん、もう全然わかんないんで僕。飯島愛ぐらいから止まってます。あ、めちゃくちゃ止まってます。あとあのギルガメッシュナイトに出てた、はい、あの人でしたっけ。そう、絶対出てこないな。青い空。青い空さん、今台湾で大人気ですよね、とか。あ、しか知らないですね。そう、メジャータレントもほぼタレントですね、はい。いや、だってやっぱ及川奈緒さんもやっぱなんかレジェンドだったなと思いますけど、確かに、はい、確かに歴史を一つ変えた人ではありますよね。そうだと思います、ね、はい、やっぱその及川奈緒さん以前以降で分かれてるというか。あ、僕は個人的に好きなのは麻生のぞみさんなんですけどね。麻生のぞみさん、はい、あ、ご存知ないですか。存じ上げないです。あ、そうですか、はい、あ、じゃあまたまたお願いします。ゆっくりまたお願いします。はい、というわけでございまして、ここで一旦、はいはい、曲に行きたいと思いますので、はい、森田君、曲紹介お願いします。曲はですね、はい、じゃあ紹介の方をお願いします。紹介の方、はい、お願いします。お願いされます。お願いします。はい、私たちの事務所の先輩でもあり、はい、先ほど話題にも出ました橋本愛奈さんが、所属しているアイドルユニットワンパプティコンガールさんの曲を、はい、一曲流させていただきたいなと思います。はい、はい、それでは、はい、お聴きください。はい、どうぞ。どうぞ。
でございまして、はい、本日のゲストは千葉なみくさん、ルルちゃん、セナちゃんでございます。よいしょ、ねえ、というわけでございまして、うん、ちょっとお聞きしたんですけど、なんか3人でユニットみたいな感じなんですか？そうですね、暇ちょっと申させていただいてもよろしいでしょうか？ぜひぜひぜひ。ウォークというか、物申したいことがあるそうなんで。いいですか？はい、はい、あのですね、まあ、私たちみんなそれぞれ、はい、まあ、アイドルが好きなんですけど、はい、で、そうね、まあ、アイドルをやりたいっていうことで、はい、うん、まあ、事務所もやってみようっていうことでこのメンバーが集まったんですが、はい、いかんせん進まない。進まないですよ。進まないって打ち合わせに1回決まってたのに、前日くらいに急に朝なしになりました。なくなってユニット名も決まってない、曲も決まってない、はい、何も決まってない。なんでなんでそうなっちゃうの？それいつやろうってなったの？結構前です、1、2ヶ月ぐらい前、うん、だからあれですよ、事務所的にはやっぱ3人のね、うん、この女優さんの機嫌が悪くならないように、うん、もうじゃあ何やるの、じゃあ聞くよみたいな、アイドルやりたい、アイドルやりたい、じゃあ入れてくるよ、あ、いいじゃんいいじゃんみたいにして、うん、実際のところは仕事がないわけですよ、多分ね、マネージャー目線で、やべえけどこれやっとかねとまたブーブー言われるぞで、あ、いいのあったっていうので選ばれたのがこのラジオなんじゃないですか。なるほど、君こそスターだ、一回入れとけみたいな。でも本当にこの3人揃っての、はい、お仕事は今回が初なんですね。おめでとうございます。おー、やったじゃん。だって今日初めましてですもん。そうなの？ユニテルって言ったのに今日初めまして。そうなんです。それぞれはちょこちょこあったりとか、SNS 上での交流はあったりするんですけど、実際3人が揃うのは初めてです。もう初指導じゃん、じゃあ。そうなんですよ。だから今日からめでたいめでたい。今日から始まってくれたら嬉しいなって。どういうアイドルやりたいの？そう、可愛くて、うん、セクシーで、うん、何でもできる。で、結構さ、アイドルやるにはダンスとか歌のレッスンもいりますけど、うん、そこら辺は頑張れますか、お二人は？頑張れます。歌好きなんで。ほんと？なんか13になって、はい、あの歌のアイドルイベントに2回出させてもらったこともあるんですよ、うん、意外とこんな感じで歌うと、ふわーとかなったら、ね、あ、でもあの歌、ね、結構声低いんで。へぇー。逆になんかアイドルやると応援しますよ、本当に。なんかこの番組初ぐらいしたいですね。あ、いいですね。きっかけは君こそスターでしたみたいな。またちゃんと正式にグループ名とか、うん、決まったら、決まったらまたね。グループ名は、グループ名いいんじゃないですか、君こそスター。あ、ここから。君こそスターアイドル。ね、自分たちじゃなくてお客さんがスターだよ。いろいろとややこしいな。難しいですね。だからこれきっかけでなるといいですね。ですね。確かに同じ事務所になるんですか？同じ事務所ね。じゃあ、あるんじゃない？そうですね、うん、じゃあ、望月マネージャーですか？そうです。あ、じゃあなんかいろいろ大丈夫。そうですね、なんかあれば大丈夫です、うん、はい。本当に大丈夫かな。いろいろ行動力ある人ですから。そうですね、はい、でも全然見てくれてないんですけどね。大丈夫大丈夫です、モッチー大丈夫です、しっかりしてます。しっかりしてます。セクシーユニットって昔結構流行ったよね。どれぐらいの時代ですか、昔って。 T フロントとかな、なんかいろいろそういう T バックスとかさ、ありました。結構流行ったよね。めちゃくちゃ古いな。ちょうど一周していいんじゃないで、セクシーユニット。今の時代いつの世もあるんですよね。今少ないんじゃない？今エリスマスカッツとかもありますから。でもそこまでセクシー？いや、めちゃくちゃセクシー。まあ、本物のセクシーの人もいるし、はい、うん、タレントの方もいるし、そうですね、はい、ボタン押したらパカーンって開くとかさ。いや、もうそれは今 の, このコンプライアンス問題ですよ。ローバー民的な。いや、ボーンとかでかいできない時代だからね。あ、そう。おっぱい出してこいよ、じゃあどんどんね、地上波で。いいんですか？いいよいいよ。俺で地上波出すの。ここも今ね、あのマジックミラーになってから。あ、本当ですか？じゃあ、なんでチャレンジ。何を見てるんですか、この人たち。全然出しちゃって、ポロッと出しちゃっていい。というわけで、全部紹介いきましょう。上少年浜口さんの似顔絵コーナー。よーし、やった。なんか、上少年浜口さんが、あの集英社さんあるじゃないですか、ジャンプとか発売して、はい、あそこで2回だけ読み切り漫画家デビューしてるんです。すごい。そうなんですよ。
はい、で、いろいろとね、ゲストに来た方の似顔絵を描かせていただいて、毎回描いてるんですよ、はい、ちょっと今日じゃこの3人の中で、はい、どなたかを描いていただければお一人になるんですけどね。じゃあ僕は聞きますから、はい、浜口画伯に似顔絵を描いてほしい人、それの範囲が大きかった人が選ばれる可能性が高いという、はい、行きましょう。浜口少年浜口画伯に似顔絵を描いてほしい人、はい、優しい、優しい、はい、大人だね、はい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 、個性があって、ふざけてますね、はい、じゃあ、みくちゃんを描こう。やったー、あ、へこんでますよ。へこんでるよね。大丈夫です、この二人では後で私が描きますから、私から描きます。いや、なんか意外となんかこれユニットって聞くと味のある3人に見えてきた。そうね、面白そう。なんかこういう3人いそうだもん、なんかみんないいよね、個性。私結構そういう作品とかをたくさん見るんですけど、うん、もちろん2人の作品も、うん、見た、すごい迫ってきてすごい、スタート聞かないで緊張してますけど、お二人の作品ももちろん見させていただいて、やっぱり自分の作品も含めて見て、うん、いや全然タイプが違う3人で、例えるなら、例えばルルちゃんはもうサブタイトルつけるならどんなタイトルですか？いやもうおじさんキラー。あー、わかりますね。間違いないですね。そうなんだ。ルルちゃんがもう動きながらのおじさん好きはやばいですね。あー、そう、はい、いい、その目線もらえると見たくなるもんね。すっごい、もう見た感じからもすごいロリロリっていう感じじゃないですか、はい、だけど、はい、結構いろいろ言ってくれるんですよ、はあ、実況じゃないですけど、でそういうのとかも言っちゃうタイプの子なので、すごい見た目とのなんかギャップがすごくエロいですね。え、セナちゃんはどうですか？セナちゃんはですね、やっぱ女子大生っていうタイトルだったんですけども、はい、やっぱりそのメガネかけて結構インテリ系の、まあ、文学系の女子でやってて、うん、まあ、ギャップ、どちらもギャップあるんですけど、まあ、違うギャップといった意味で、うん、なんか真面目な感じからこうエロになる。なるほど、あ、一番男性好きですからね。いや、だってミキちゃんやっぱ喋り立つね。そうっすね、さすがですね。すみません。え、ミキちゃん自分でキャッチフレーズつけるのは何ですか？自分でですか、はい、そういうの弱いんですよね。人にはこう、ね、自分言えるんですけど、客観的に見たら何なのかなと思って、はい、自分のですか、はい、そうですね、なんか自分で作品見て一番びっくりしたのは声の枯れ具合ですね。ハスキーボイスで、はい、なんか、私こんなに声枯れてたんだって思ったのが、なんで、でも逆にハスキーってちょっとセクシーに聞こえるんだなっていう風に思えたので、はい、エロセクシー担当で。あ、いいですね。エロセクシーね、ちょっと我々も見させてもらいましょう。そうですね、はい、購入してね、はい、じゃあここからは森田くんのコーナーでございます。はい、ということで科学と森田くんの質問ボーイズのコーナー。よいしょ。ありがとうございます。今日の、このコーナーですね、お三方のちょっと SNS とかいろいろ覗かせていただいて気になる点をちょっとね、いろいろ出てきましたので、まあ今日ここで皆さん丸裸にしちゃおうというコーナーでございます。ということでございまして、じゃあ早速ですね、今ちょっと軽く話題が出たんですけど、ミク、うん、さんから行かせていただきます。やっぱね、すごい今も聞いてて、うん、真面目に研究されてるなと思ってね、うん、で、最近も、はい、皆そのおすすめの、うん、その作品教えてください、うん、その勉強したいから教えてくださいみたいなんで、いろんな人がこれがいい、これがいいって、すげえ、もう一気に6タイトルぐらい買われて。そうですね、痴漢 M 覚醒レズバージョン2、いつでもどこでも痴漢停止して仲出しできる学園とか。えらい、すごいえらいんですよ。超頑張ってるじゃん。なんかやっぱりリアルな声じゃないですけど、うん、皆さんはどういうのが好きなのかなっていうのが聞きたくて、自分の SNS でおすすめの作品があったら教えてくださいっていうのをすごい聞いて、声が多かったやつとかを購入してリアルに見るっていう。偉いなぁ。、なんかここが参考になったとかありました？そうですね、やっぱまだそういう撮影とかにこう、うん、不慣れ
といいますか、まだこうエロフレーズがたくさんこう語彙力がエロの語彙力が少ないので、語彙力大事ですもんね。見てこうなんて言うんですかね、攻めてる時にこういう言葉言ってたらエロく聞こえるなとか、そういうのがこう作品を見るといろいろな語彙力が増えるといいますか、表現が新しくなるなっていうのは。なるほど。なんか攻めてるワード欲しいっすね。攻めてるワード。あ、ここのインスピレーションに。そうそう、もっと綺麗に書けますよ。ちょっとなんかそれちょっとサイズ的にはどんな感じですか。サイズ的に、はい、顔の身側のサイズ的には。サイズ的に身側の大きさはどれぐらいですかって。俺のあの。浜口さんの何のじゃん。俺のそうですね。大きい時ですか。大きい時じゃない。この顔のサイズ。顔のサイズ、こうね、A4 サイズです。A4 のサイズじゃなくて、りっちゃんの顔どれぐらいで描いてるって言われる。あ、でも、はい、あのその今サイズがわからない状態ですけど、はい、まあ、大きくしてもらえたら嬉しいです。あー、うまい。大きくしちゃう。ありがとうございます。ちゃんと、ね、パッと振りを出してあげろよ、お前。全然サイズが…ここでずっとボケてる。大丈夫です。ごめんなさいね。ありがとうございます。さあ、じゃあ森田君行きましょう、はい。ではですね、次はじゃあアリス、ルルさんでございます、はい、ルルちゃん、おじさんキラー、おじさんキラー、なんかまあ雰囲気的にもそうなんですけど、なんかちょっとこう抜けてるじゃないですけど、ちょっと天然な、はい、ところもあって、そんなことないですよ。なんかもうその、うん、よくでもたまによく出てくるのがその、電車系で降りる駅間違えちゃったとか、電車が逆方向乗るとこだったとか、そういうなんか電車の間違い系も多かったり、あとなんか去年の11月ぐらいなんですけど、はい、ちょっと11月14日水曜日のつぶやきなんですけど、はい、夜7時ぐらい、うん、ずっと木曜だと思ってた。めちゃくちゃ面白いです。何これ、どういうこと。それはなんか見たいテレビがあって、はい、あ、今日自分の中で木曜日だと思ってて、あ、今日やるじゃんと思ってテレビですけど、あれやってないと思ってカレンダー携帯見たら木曜日じゃなかったと思って。あー、なるほど。そうなんですよ。そういうことね。はい、いいじゃないですか。いいですね。それが良さですからね、レルちゃんはね。あと、まあ、ちょっと最近のつぶやきですごい気になるんですけど、あの3月4日、体が痛い、筋肉、昨日ハメハメ合戦したからかなっていう。ちょっと詳しく聞きたくなっちゃいますよ。ハメハメ合戦っていうか、筋肉も筋肉痛って書いたつもりが筋肉だけになってたりとか。あ、なるほど。ハメハメ合戦は撮影でハメハメ合戦をしたんです、ヌルヌル。その詳細を聞いて。何なの？ハメハメ合戦ってハメがどういう状態？ローションヌルヌルハメハメ合戦。あ、なるほどね。それでちょっと筋肉痛的な。筋肉痛になっちゃったんです。え、じゃあそれは後日発売される。発売されます。あ、ちょっと楽しみ。見ていただければ分かるということですね。ぜひ、ハメハメ合戦みたいです。楽しかったです。ね、お願いします。では、じゃあセナさん。はい。セナちゃん。セナさん、まあね、本当デビューしたてで、はい、こうつぶやきとかも多分もう1、2ヶ月くらいしか、そうですね、されてないんですけど、はい、そんな中でも結構出てきまして、え、そう、まずですね、はい、これは、なんか、うん、3月14日にたマネージャーさんから電車降りたらお電話くださいっていう LINE が来てるんですね。はいはい、で、それで3月16日土曜日になってもまだ未読スルーしてて、そのマネージャーさんの中でまだずっと電車に乗ってる設定になってるっていう。でもこれ本当に、はいはい、他の人の LINE もそうなんですよ。なんか私が LINE したのに、はい、約束した日にちを通り過ぎてから、すいませんって。何そのセナちゃん、なんで読まないの。なんだろう、ツイッターとか好きなんですよ。あの、はいはいはい、自分の思ったことをつぶやくだけじゃないですか、はいはいはい、で、相手の返答を踏まえた上で返さなきゃいけないから苦手なんですよ。いい、電車降りたら電話くださいよ。電話するだけですから。で、電車降りて、なんか、帰ろうみたいな、帰りたい気持ちが勝ちすぎて、そっちが強い、電車じゃない、電話とか忘れちゃうみたいな。あで、なんか、寝ちゃう。忘れちゃう。寝ちゃう。へ、すげえ。めんどくさいことは嫌なのね。うん、なんか、電話して、あ、いいや、覚悟を決めたときに、LINE
LINE とかめっちゃブワーって返す、まだ簡単考えしてない子もいるんですよ。いるよね、そういう子ね。確かに、めんどくさいんだよね。でもその子からツイッターでリプが来たら、ツイッターのリプは返す。ツイッター媒体だったらあれだろうね。あ、じゃあツイッターで連絡した方がいいんすよ、多分。マネージャーさんも電車降りちゃったら、もしもしもし、リプ送ったらいいですよ。あの、即レスで撮る。即レスで早い。あと、はい、あの、くすのきさんなんですけど、はい、これちょっと、なんか、くすのきさんからちょっと事情を聞きたいんですけど、はい、なんか撮影の日に、なんか、ブラジャーが落ちたって、道端に。はい、え、ブラジャー落ちてるなんつって、くすのきさんのスタッフさんが笑ってたら、それ、あ、私のだみたいな。私のだったんですよ。どういう状況？朝、急いでたんですよ。で、なんか、でも建物が分かんなくて、どのビルか。マネージャーに電話しようとしたら、充電がなくて、やばいってなって、リュックの中から充電器をガサゴソガサゴソしてた。なるほどね。現場入るときいつもノーブラなんですよ。そうなんだ。そう。で、帰り用にブラジャーだけリュックに、ブラジャーリュックに入れて、充電器ガサゴソして、多分その時に落としたんでしょうけど、気づかず、そういうことか。撮影で外に出た時に、ブラジャーを捨てて、じゃあ落としてから気づくまでに時差があるの？もう2、3時間ぐらい。よくあったよ。で、すごいね。あれ、なんかそのスタッフさんと、え、ブラジャー落ちてるよみたいな。で、なんかめっちゃ警備員さんが、なんか工事のなんか警備員さんとかめっちゃ見てて、なんかずっと守ってくれてるので受けるとか言いながら、なんか、あれって思った自分がいて、近づいて拾い、よく見たことあるなと。拾い上げてみたら、私のだみたいな。私のブラジャーって叫んだら、スタッフさんに恥ずかしいからやめる。そうなんだ。それは警備しないと悪いよ。それじゃないと思う。その日からずっとブラちゃんって呼ばれてブラちゃん、やばい。いいやだね、みんな覚えてるね。はい、いいじゃないですか。そうなんです。はい、他何かありますか？ですね、じゃあアリスさん戻りますけど、アリス、まあ、おじさんキラーというかロリコンっていうんですか、そういうロリータ系なんですけど、なんか、まあ、お二人多分知らないと思うんですけど、はい、ローゼンメイデンっていうアニメ、まあ、漫画の、その主人公の、シンクちゃんのコスプレをされてたんですよ、前。させていただきました。それがめちゃくちゃ可愛い。僕、ローゼンメイデンは好きだったんで。あ、そうなんですね。はい、めっちゃいいと思った。っていう僕の感想があるんですよ。可愛かったです。なんか、本当、見てるかもしれないですけど、本当見てほしいです。そうなんだ。結構コスプレするんですか？いや、全くしたことがなくて、それも撮影でさせていただいたんですよ。なるほど、そのパターンね。はい。いいじゃないですか。次なんかしてみたいコスプレとかあるんですか？え、なんだろう。なんか和服が着たいね。あー、似合いそう、似合いそう。いいですね。それまたおじさんキラーなはずですね。和服はおじさん好きかもしれないですからね。和服が着たいね。そうか、なるほどでございます。花火連れてってあげたいね。花火行きたいです。リンゴ飴食べさせてあげたい。リンゴアレルギーなんです。あ、はい、ごめんなさい。ごめんね。行きたいですよ。そんな感じですか？はい、そんな感じでございます。さあ、というわけでございまして、もうエンディングも近づいてきてます。この番組何時まででした？50分、毎回聞いてんな。なんか告知等ありますか？告知ありますか？じゃあ、ルルちゃんから。はい、ルルちゃん。アリスです。4月の9日に DVD の発売イベントが秋葉原であります。おー、4月9日。はい。ちょっとどこの店舗だったか忘れちゃったんですけど、はい、時間は確か6時か7時あれ合ってるかな、わかんない。何も情報がないじゃない。ちょっとツイッター見ていただければわかるんですけど、なるほどね。発売イベントをやります。はい。ぜひお時間のある方来てください。お願いします。発売イベントってどういうことだ。サイン、サイン、サイン、握手、撮影会、撮影会？なんか20秒から4、ま、買った枚数によって得点が変わって、20秒の撮影だったり40秒の撮影だったり、はい、ツーショットだったりで、サインはしてもらえるっていう。なのでサインもかけかもらえるし、ツーショットも撮れます。いいね。いいじゃないですか。落ち原さんが説明してくれました。とてもございます。よろしくお願いします。お願いします。
ベントとかはないんですけども、私たち3人ともインスタ、ツイッターやってますので、ぜひ皆さんにチェックしてもらえたら。今日始めます。ツイッターとかをね、やってるので、あの3人のツイッター見てもらえたら嬉しいなと思います。お願いします。お願いします。ツイッターではなんかどういうことつぶやいてるんですか。これが好きで、なんかアベンジャーズが好きで、アベンジャーズが語ってるとか、そういうのは別にないんですか。ミッキーが好きで、ミッキーが好きなんだ。じゃあディズニーが好きとかではなく、もうミッキーが。ミッキーが好きです。ミッキーのどこがいいんですか。ミッキーは僕も好きですけど、語り始めて、あの、終わんなくなっちゃいますけど。いや、大丈夫、50分までありますから大丈夫。ミッキーの魅力ってね、はい、いや、僕もディズニー好きだし、結構貸し切りとかも行ったりしてるんですよ。かっこよくて、可愛くて、みんなに優しくて、スーパースターのところが好きです。なるほどということです。すぐ終わっちゃった。すぐ終わっちゃいました。簡潔にまとめました、ね、簡潔ね。ルルちゃん、なんかあります。アイドルが好きで、女性のアイドルで、もうツイッターでもバンバン言ってるんですけど、うん、元ゼアゼアゼアーズっていうグループにいた。最近ね、解散してしまいまして。そうなんですよ。小島のえちゃんって子が大好きで、またソロ活動が決まってて、はい、それをに行くのが楽しみです。なるほど。普通にその、あのイベント行って、そのツーショットもチェキとか撮りました。去年の半年間で多分98枚ぐらい撮りました。すごい。あ、そうだったの。チェキ帳の、ね、すごいね。ちょっと先に卒業してしまって。頑張っていただきたいですね、はい、そしてみくちゃんはどんなか好きなものとかあるんですか。好きなものですか、うん、こだわりとか。こだわり。M 付け。あの、なんかおすすめとかあれば教えてもらえたら。教えます。確かにね。だからちなみに森田君のおすすめとかあるんですか。僕、まあ、普段女優さんものあんま見なくて、素人もので、大体 MM 号でゲームをクリアしてって、そのでそのお金もらって、どんどんその同級生同士がエロエロゲームをしてって、最終的に精液回収できたら何万円みたいな、はい、そういうのが僕は好きです。はい、そうなんだ、はい、僕逆にそっち見ないもんな。あ、僕はやっぱもう名前です、単体です。あ、でその人の成長を見るわけですよ。あの時こうだったけど、こういう感じで行って、あ、最終的にやっぱこっち側の裏側見したくて、こういう作品の流れ行って引退していくんだなとか、なんかヒューマンドラマとして見たんですね。なるほど、すごい規模のでかい見方。そうですよ、もうあなたみたいな、そのマジックミラー号でどうも素敵な作品ですよ。ちょうどその今の時期だったら、その大学卒業生の袴の子がやってくれるんですよ。いいんですよ、袴が乱れていく。そうなんだ。はい、そうなんです、はい、確かにね、いいかもしれないですね。さあ、浜口さんどうですか。そうこうしていたら出来上がってきましたか。もうあと番組2分でございますからね。もうちょっとです。じゃあ例えば3人今後アイドルやっていくとするじゃないですか、うん、こういう活動したいとかあるんですか。そうですね、やっぱり、うん、みんな歌が好きなの で、ね、まあ、ライブ活動は、まあ、ちゃんとやりたいなって。チーム名決めちゃおうよ。チーム名こんなのがいいとかあるんですか、アイドル名ね。なんかあります。希望なんか可愛いのがいい。可愛い。逆に可愛くないのつけないないですよね。英語がいいとか日本語がいいとか、ひらがながいいとか、なんかいろいろイメージあります。なんか省略して読みやすい。なるほどね。なるほど。なんか青少はなこんな長くても反応ができます。そうです。いや、なかなかアイドル名なんかスパーンと決まるもんじゃないしね。そうですね。確かに。それでなんかいついつまでにここでやってみたいとかあるんですか。武道館でやるとか。いや、すごいな。これは多分何も進まない。そうですね、これは。トリオですね。この時点で足並み揃ってない。おそらく会うたびにアイドルまだ進んでないってなるパターンです。そのさっき流していただいた先輩の橋本里奈さんが入ってるユニットを追いつけ追い越せぐらいで行けたらいい。先輩の橋本さんはどれぐらいのペースでイベントとか結構やってるんですか。結構定期的にやってたりとか、うん、やってますね。ボードライブしたい。ああ、いいよね。やりたい。
さあ、そうこうしていたら浜口さんのですね、千葉のみくちゃんの似顔絵できました。はい、行ってきたら盛大な拍手をお願いします。それでは行きましょう。浜口さんが描いた千葉のみくちゃん、こちらです、どうぞ。はい、あーすごいすごいすごい。どうですか、見てみた感想。私ですということで、お時間でございます。また遊びに来てください。また来週、バイバイ。ありがとうございます。